地域に伝わる養蚕業の歴史や文化を学んでいる子どもたちがいます。25年にわたり介護学習を続けている小学校の活動をご紹介します。グッドラックストーリー。一関市の八栄小学校では1992年以来毎年3年生が介護学習に取り組んでいます。蚕の飼育や繭細工作り、学習発表会などを通じて地域の養蚕業を学んでいるのです。蚕学習はどんな目的でやってらっしゃるんですか？蚕は地域とのつながりを大切にして、伝統と一緒に命の大切さも学んでほしいなという目的でやっています。まずはやっぱり命への責任を学んでほしいですし、あとはその伝統で続いていることの意味もちょっとは分かってくれたらいいなと思います。6月になると岩手平泉農協から幼虫が届きます。子どもたちは教室や自宅で桑の葉を与え、繭になるまでを観察しながら育てていくのです。楽しいです。蚕だって食べてたり、静かにしてると音聞こえる。この地域では最盛期には150軒が養蚕を営んでいましたが、今では2軒に減少しています。この日は養蚕農家を訪問し、蚕の飼育や生態について学びました。もともとあった日本のその産業だとか、そういったものが時代に合わなくなってこうなくなっていきますよね。それを学習としてこうつないでいくっていうのはね、農家としてもとてもありがたいことでしょうね。あの子たちが来てくれるっていうのは、働いている者にとってもね、活力ですから感謝してます昨年は25年間にわたる蚕学習が評価され、大日本蚕糸会から奨励賞を受賞しました。子どもたちにはどんなことを吸収してほしいと思いますか？子どもたちがこの八栄の地域の一員として郷土愛といいますか、持ってほしいなと思いますし、この蚕学習も地域の誇りの一つとして感じてもらえればいいなと思っております。蚕学習を通じて郷土愛と命の大切さを学びます。ふるさとの皆さんが笑顔でいられるお手伝いをしていきます。グッドラックストーリーは幸楽グループの提供でお送りしました。次回はこの方のグッドラックストーリーをご紹介します。